画書は読ませてもらったよ。多様性を見込んでいくのはいいね。けどそれ以外のことが抽象的すぎるんじゃないかな。それある。不必要な部分が多すぎて企画意図の焦点がずれてるよ。それわかる。なんだと。あの玉縄が意識高そうな横文字を使わないだと。もっと伝える力を意識した方がいいと思うよ。企画の見える化というかね。ある。もちろん体験型企画の将来性を見込めるという点には共感できるんだけど、そこに至るまでの筋道が立っていないよね。あるある。だから君の企画はダメだよ。君はまだそのステージにいるのかい。的な顔するのやめろ。心配してるのはバジェット。でも予算がないのには慣れっこ。なら使うべきだろう、ガジェット。それある。君のお題目はまるでかりそめ。企画の中身もほとんどハリボテ。一緒に始めるに際して具体性がなきゃ僕らも巻き添え。それわかる。起こせはアバウト。規模を考えてアジャスト。俺がしたいのはサジェスト。方向性が見えてないよね。答えが出ないと企画は立ち消え。それもみんなで考えないとね。あるある。こっちでもしたんだ。ドラフト勘案。必要なのは土着の看板。まだ方向性はアバウトなんだが、コンセプト的には詰まるとこ林間。俺たち自身の手で巣立つのみんな。でも先立つものなきゃ無策のまんま。わかる。予算に関してクラウドファンディング視野に入れればもらうの簡単。興味があるのは事実だ。でも気になるのはこの言い草。企画書で大事なのはほんの一部だ。それ以外の内容はまるで皮肉や。一緒にやるなら僕らはチームだけど、今の僕らは水と油さ。それある。それはだな。だから君の企画はダメだよ。でどうしよっか。でもこれ結構楽しそうじゃない？ねえ。ああ、でしょでしょ。そうだね、それもあるね。